2024年新年に際してシンガポール共和国のターナン・サンマラトナム大統領から祝電が送られました。国連は希望新年に際して金正恩総書記と家族の皆さんに心からの温かい祝福の挨拶を送る。新年はいつになく必要な相互理解と尊重が一層熱くなることを望む。新年に金正恩総書記の健康と成果を祈ると述べています。1月14日の午後、朝鮮民主主義人民共和国ミサイル総局は超音速機動型制御弾頭を装着した中長距離固体燃料弾道ミサイルの試射を行いました。試射は中長距離高速超音速機動型制御弾頭の滑空及び機動飛行の特性と新しく開発された多弾式大出力固体燃料エンジンの信頼性を拡張された頃にその目的がありました。試射は成功裏に行われました。試射は周辺諸国の安全にいかなる影響も及ぼさず、地域の情勢とは何の関係もなく行われました。ミサイル総局はこの度の試射が強力な兵器システムを開発するための当局と傘下の国防科学研究所の定期的な活動の一環だと説明しました。ロシア連邦のウクライナ大統領府の招きにより、チェ・ソンヒ外相率いる朝鮮民主主義人民共和国政府代表団がロシア連邦を公式訪問するため14日平壌を立ちました。平壌国際空港でパクチャラチン副外相とウラジーミル・トペハ中東ロシア連邦臨時代理大使、ワレリー・サイエンコ大使館付部官が代表団を見送りました。チェ・ソンヒ外相率いる朝鮮民主主義人民共和国政府代表団がロシア連邦公式訪問するため14日モスクワに着きました。空港でロシア外務省の関係者とロシア駐在朝鮮特命全権大使と大使館員が出迎えました。各地の人々が新年1913年2024年の初のスポーツの日を迎え、多彩な大衆スポーツ活動を行いました。キム・イルソン広場で委員会各省中央機関公務員の集団競争とテコンドーの型の演奏がありました。朝鮮職業総同盟中央委員会のパク・インソル委員長の発言について公務員の集団競争が始まりました。集団競争について行われたテコンドーの型の判定で、参加者は最終スポーツ活動を活発に行う日々に磨いた気概があふれ迫力のある和道の動作を披露しました。電力工業省とキム・ジョンス平壌選手交換など平壌市内の各所でも多彩なスポーツ競技が活気を帯びて行われました。各地の勤労者も新年初のスポーツの日を迎え、さまざまなスポーツ競技を行いました。運輸部門と各社中央機関の人たちが完全養鶏工場を見学しました。実行は飼育エリアの温湿度の調節からライト・飼料の供給など全ての工程がオートメ化され、家畜貿易と実験分析システムも高いレベルで構築されたことについての解説を聞き、総合専用室と生産エリアを見ました。工場の各所で一行は1909年2020年7月建設現場を訪れて工事を進めるための貴重なことを教え、新たな対策を講じた敬愛する金正恩総書記の移民変身の精神を心に深く刻みつけました。党中央委員会第8期第9回総会の決定にのっとり、関越南道の80数人の青年が社会主義農業部門に志願しました。志願の期間が関越南道芸術劇場で行われました。関係部門の人と青年同盟の活動家青年が参加した集いでは、志願者に志願証書が授けられて祝辞と決定の相談がありました。活動家と青年が志願者たちを熱く見送りました。上位ことを
京都印刷工場で新学年度の教科書の生産を推進しています。工場の人たちは期日前に計画を達成するための段階別目標を現状に合わせて立てるとともに生産の手配を綿密にしています。労働者と技術者は教科書の生産に必要な設備を新たに改造し、進んだ産業工業を極力取り入れて節電を図る一方、毎日の課題を上回って達成しています。工場の労働者の奮闘により教科書の生産では毎日右肩上がりの実績を記録しています。貯蔵者は最新者が既存の自滅の時刻だけ早めるだろうと題した論文を発表しました。論文は年頭から高速による傀儡集団の対決の狂気の方が極みに達している。今年の上半期まで増強された韓米拡大抑止システムの完成、韓国型三軸システムの強力な構築などの妄言で今年の業務を始めたユン・ソクヨルは、傀儡軍に激動の辞などものまで送って新年にも確固たる安保体制を維持しようと意見を発信。傀儡国防部や労働参謀本部議長などの人事部が新年初日から傀儡軍部隊を視察して即時強力であくまでというレトリックの大切な妄言、いわゆる追加挑発の意思と能力を完全に分散して、何がしの挑発はすなわち話の前奏曲になるだろうなどと青筋を立てた。ユン・ソクヨル傀儡集団の高尚的暴言は実際の軍事的挑発と相まって一層狂気を帯びている。傀儡軍事部は国境線全域の付近での共和国に対する反共団の戦争演習に対する人民軍の当然の対応行動の措置を挑発呼ばわりして、地上と東海西海上に敵対行為の禁止区域がこれ以上存在せず、それぞれの区域で射撃訓練を再開すると騒ぎ立てた。ユン・ソクヨル集団の無謀な妄動は共和国の超強硬の対敵闘争の意志と底知れない軍事的威力に鬱屈を抜かした者たちの虚勢であると同時に、極端な軍事的衝突を誘発させて日増しに深刻化する今の政権危機から逃れようとの断末魔のあがきだ。ユン・ソクヨル傀儡集団が到底太刀打ちできない妄言を吐いて対決を煽るほど悲惨な自滅の自覚だけ早めるだろうと述べています。以上で放送のニュースを終わります。担当は大井室でした。こちらは諸村の声放送です。제8기 당정위원회가 역사적인 결단을 내려 수박한 경제 과제인 뉴스타이스를 조선의 주석이 민주공화국 국무위원장의 개의하는 김정은 주석이 2024년의 신년에 대해 싱가포르 공화국의 다만 샴무가라 토남 대통령으로 축전이 보내졌습니다. 祝電は新年に対して金正恩総書記と家族の皆さんに心からの温かい祝福の挨拶を送る。新年はいつになく必要な相互理解と尊重が一層厚くなることを望む。新年に金正恩総書記の健康と成果を祈ると述べています。1月14日の午後、朝鮮民主主義人民共和国ミサイル総局は極極超音速機動型制御弾頭を装着した中長距離固体燃料弾道ミサイルの試射を行いました。試射は中長距離級極超音速機動型制御弾頭の滑空及び機動飛行が可能な新しく開発された多電子バイシュラと固体燃料エンジンの信頼性を確証するところにその目的がありました。試射は成功裏に行われました。試射は周辺諸国の安全にいかなる影響も及ぼさず、地域の情勢とは何の関係もなく行われました。ミサイル総局はこの度の試射が強力な兵器システムを開発するための総局と傘下の国防科学研究所の定期的な活動の一環だと説明しました。
지역의 전세화는 러시아 연방의 세르게이 라브로프 외상의 만행이니 제이송기 외상시키는 조선민주주의인민공화국 정부 대표단이 러시아 연방을 공식 방문을 위해 14일 평양에 도착했습니다. 平壌国際空港でパク・チョルジュン副外相とウラジーミル・トペハ中朝ロシア連邦臨時代理大使ワレリー・サイエンコ大使館付き部官が代表団を見送りました。ケイソンヒ外相率いる朝鮮民主主義人民共和国政府代表団がロシア連邦を公式訪問するため14日モスクワに着きました。空港でロシア外務省の関係者とロシア駐在朝鮮特命全権大使と大使館員が出迎えました。各地の人々が新年713年2024年の初のスポーツの日を迎え多彩な体験スポーツ活動を行いました。キム・ジョン広場で委員会各省中央機関公務員の集団競争とテコンドーの型の判定がありました。朝鮮職業総同盟中央委員会のパク・インチョル委員長の発言について公務員の集団競争が始まりました。集団競争について行われたテコンドーの型の判定で参加者は大衆スポーツ活動を活発に行う日々に磨いた気概があふれ迫力のある武道の動作を披露しました。連続公務員総会キム・ジョン・カタンヤ最初の総会の大学市内の各所でも多彩なスポーツ競技が活気を帯びて行われました。各地の近隣者も新年初のスポーツの日を迎え様々なスポーツ競技を行いました。農業部門と各所需要機関の人たちが完全養鶏工場を見学しました。成功者の大人様の総理から本田資料の上限や出し方の合計を踏み出され写真貿易した実験部高いレベルで合意されたことについての解説を聞き総合専用室と放送メディアを見ました。工場の方々で一行は1900年2020年7月建設現場を訪れて工事を進めるための貴重なことを教え必要な全ての対策を講じた敬愛する金正恩総書記の移民検査の精神を心に深く刻みつけました。総中委員会第8期第9回総会の決定にのっとり晩年運動の83人の青年が私の運動の台湾の集いが三重南道芸術劇場で行われました。関係部門の人と青年同盟の活動家青年が参加した集いでは志願者に志願証書が差し付けられ祝辞と決定の表明がありました。集いの後活動家と青年が志願者たちを熱く見送りました。教育図書印刷工場で新学年度の教科書の生産を推進し工場の人たちは施設内に計画を達成するための段階別の使用を現状に合わせて立てるとともに生産の手配を綿密にしています。労働者と技術者は教科書の生産に必要な設備を新たに改造し進んだ作業方法を極力取り入れて節電を図る一方毎日の課題を上回って達成しています。工場の労働者の奮闘により教科書の生産では毎日右肩上がりの実績を記録しています。鉄道使用通信者が鉄道は自滅の時刻だけ早めるだろうと題した論評を発表しました。論評は連邦から四国による最大集団の対決の狂気の方が極みに達している。今年の上半期まで増強された韓米拡大抑止システムの完成韓国型三軸システムの強力な構築などの盲言で今年の業務を始めたユン・ソクヨルは最大軍に激励の辞なるものまで送って新年にも確固たる安保体制を維持せよと支援を吐いた。
傀儡国防省と合同参謀本部議長などの軍事ごろも、新年初日から台湾軍部隊を置いていて、特時協力にあくまでというレトリックの対決の妄言を並べ立て、いわゆる追加挑発の意思と能力を完全に粉砕せよ、何がしの挑発はすなわち破滅の前奏曲になるだろうなどと青筋を立てた。ユンソクヨル傀儡集団の暴走化した場面は、実際の軍事的挑発とは違って一層強気を見ている。傀儡軍事ごろは、国境線全域の付近での共和国に対する反共団の戦争演習に対する人民軍の当然の対応行動の動きを挑発呼ばわりして、地上と東海警戒上に敵対行為の禁止区域がこれ以上存在せず、それぞれの区域が攻め訓練を再開すると騒ぎ立てた。ユンソクヨル集団の無謀な妄動は、共和国の超強硬の対抗部隊の底知れない軍事的威力にうつつを抜かした者たちの虚勢であると同時に、極端な軍事的衝突を誘発させて日増しに深刻化する今の政権危機から逃れようとの断末魔のあがきだ。ユンソクヨル傀儡集団が到底立ち打ちできない妄言を吐いて対決を煽るほど悲惨な自滅の時刻だけ早めるだろうと述べています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は大山さんでした。こちらは諸村の声放送です。寒風経済情報技術者、ご紹介します。一番つぶり資源の人を人民経済計画の達成と経営管理で模範を示す企業の中からトップ10の最優秀企業を選んでいます。サムフン経済情報技術者は、2022年に人民が好み望む IT 製品の少なからず開発を、国家納付計画を 2.2 割増で達成したことで、2023年のトップ10の最優秀企業となりました。技術者が発足したのは2012年。当時、朝鮮人民の間では携帯電話が出たことがない。その利用分野と範囲がだんだん広まっていました。それに合わせて仕事と生活に切実な経済情報の需要も急激に増えていました。企業の幅を広めるのは自悪となるはずでしたが、技術者では人民の生活に必要なものから一つ一つ開発し、人民の場に預かることを優先させました。ユニフィケーション情報サービスシステムの私の向かいだと、電子決済システムのサムフン電子ウォレットなどの最優秀 IT 製品を開発し、ドラマなくアップデートして人民の便宜を図り、国の経済発展に役立てました。そこの従業員が開発したユニフィケーション情報サービスシステム、電子決済システムに対する需要は日増しに増えています。しかし、開発と管理、アップデートには膨大なデータベースを壊れた、ネットワーク管理のためのハイテクのたゆまぬ対策といって多くの手間がかかります。技術者では当面の利益だけを追求したのでなく、人材の育成と創意性の開発を何よりも重要としました。今はそうそうたる顔ぶれが勢ぞろいして、新技術と精神の開発導入での何年前までも技術者の物質的技術的土台は脆弱でした。技術者では社ならではの整然としている人材育成システムを立て、自分の技術力を絶えず固めました。その過程に IT 分野の世界の先進水準の研究も深まり、今はモバイルネットワークと国家ネットワークでのユニフィケーション IT サービスの土台構築という水準に至りました。技術者のリュウ・ジョンフさんの話を聞いてみましょう。우리기술사는국내에서그성과기능정보기술공사단위로국가경제수사시대弊社は10年そこそこで国内有数の IT サービス企業、国家経済のデジタル化の実現に寄与するハ
イテク研究機能になっていました。その秘訣は他にあるのではありません。大豆もやしを育てて食べるように手間をかけて系統的に育てた人材がいて、企業は活性化し国にも貢献できたわけです。私たちは企業の科学技術チームをさらに固めて技術者の地位をしっかり守るでしょう。自分にこのまでで企業、それに貢献する企業、世界に貯蔵を知らせる企業になろう。これが目標です。サムフン経済情報技術者をご紹介しました。関心を持ったのは、ロシア産医療機器工場は諸村の医療機器工業のモデル工場です。50数年の歴史を誇るこの工場は2020年10月にリニューアルされました。人民が充実した医療ケアを受けるようにと、人気に心を砕く敬愛する尊重の総書記は何度も工場を訪れました。2017年1月、現地に出てリニューアル工事の工事を暴行試験し、翌年10月は移り変わった工場を見てすっかり明るくしたと言って大いに喜びました。工事を見るとき総書記が深い関心を持ったことがあります。総書記は長期間をかけて医療機器の試作品を一つ一つ作動させ、その性能を綿密に把握しました。それは工場の製品が綿密に便利で良質なものなのか確認するためでした。保健師を医療機器工業管理局の佐々木論課長のお話です。工場へ行くとの자기들이생산한그시제품들이그만하면괜찮은수준이라고그것이고조의人たちは試作品の質にある程度自信がありました。工場で生産した検査用ベッドとケアユニットに自ら座ってみた総書記は、スポンジがちょっと硬い感じがする、特に歯の治療を受けるときは長時間頭を反らして座っているので、頭部の支えを柔らかく作るべきだと言いました。そして人民の生命の保護を同時に切実に求められる医療機器を多く作るのも重要だが、何よりも良質なものを作るべきだ。これはすなわち人民に対する完全なマナーだと言うことに言いました。金正恩総書記の崇高な意にのっとり、工場の従業員は良質の製品をより多く生産するため励んでいます。